任期満了に伴う日南市議会議員選挙で無投票による当選が決まった議員19人に当選証書が授与されました。新しくなった市役所の議場で当選証書が1人ずつに手渡された後、選挙管理委員会の田中正義委員長が挨拶。新型コロナによって疲弊した経済への対策や宣言に関係した東福祉自動車道を活用した施策など、市民の参考にご覧いただきますようお願い申し上げます。市議選で無投票となったのは旧日南市からの統計では初めてとなり、2000年の市長選以来となります。今回の選挙では定数19に対し、現職15人、新人2人、元職2人で、党派別は立憲2、公明2、共産2、幸福1、無所属12。最年少で40歳、最年長は78歳で、平均年齢は 63.63 歳となっています。子育て教育の充実を図りたいと思いますし、専攻の方が、障害児教育、今でいう特別支援教育の方でしたので、福祉関係の方にも力を入れたいというふうに思っております。この無投票に、なったことに対して、この1期4年の答え合わせができなかった、このことにはすごく残念に思っております。どういう議員活動をしていくのかということを改めて考えていきたいと思っております。無投票について危機感もあります。定員割れとならなかったことだけに対しては、僕はもう救いかなと思っております。今後の選挙制度の在り方も考えていく必要があるのかなというふうには思っております。市議の任期は2027年4月25日までの4年間で、市民から関心を持ってもらえる議員活動に期待が寄せられます。